そう、いつも窓の向こうに誰かがいる気配がした。だが誰かがいるはずなどないのだ。目覚めて俺は後悔する。その誰かを追っていた自分に。そう、いつも。友やへ。一週間分の小遣いと昼の食事代です。ああそう、もう学校の時間だね。父さん今帰りだ。仕事の置いといたお金持ったかい？どこにも居場所はなかった。でもとりあえず何の意味もなく学校にだけは行っていた。惰性ってやつだ。本当に美しいです。心が躍ります。あっという間さ。あと1週間もしないうちにみんな散って消えてしまうよ。そうです。でも来年また咲きます。その次の年も、そのまた次の年も美しく咲いてくれます。遅刻だ。もうチャイムはとっくに鳴り終わってる。じゃあな。あの、よかったら一緒にこの坂登ってもらえますか？坂を一緒に？なんで？毎日ここまでは来るんです。でもここから先のこの坂がどうしても登れないんです。変ですよね。でもそうなんです。じゃあついていくのはダメですか？あなたの後を私がついてこの坂を登るんです。それなら構いませんか？俺は答えなかった。この俺に誰がついてこようと関係ない。俺は俺で行きたい方へ行くだけだからだ。でも今思えば、あの時は俺とあいつとの初めての出会いだった。全ての始まりだった。私、古川渚です。あなたは？関係ないだろう。お前が勝手についてきただけなんだから。今度お会いした時、お声をかける時お名前知らないと困りますから。会わねえよ。会っても知らんぷりしてりゃいいだろう。私、古川渚です。今聞いたよ。ええ、岡崎智也だ。岡崎智也さん、ありがとうございました。おかげさまで坂を登って学校まで来ることができました。おい岡崎、そんなに暇なら隣の砂原を起こしてくれ。こいつあんまり寝起きよくないっすよ。起こせと言ったら起こせ。おい砂原、起きろってよ。うん、うわ、角原、耳を噛むな。寄せ、舐めるな。
岡崎、昼どうすんの？パン。パンね。まあまあ、学食売店の惣菜パン結構いけてるもんね。でも超混んでる。焼きそばパン、花咲パン、生姜焼きパン。だから惣菜パンすぐ売り切れ。お前の分出してやるから買ってこいよ。とかよ。じゃあ頑張って行ってくるぞよ。太田さんだぜ。並んでんだよ。太田さんだ。角原洋平、懸命にゴールを目指しております。夢にまで見た金メダル、副賞は惣菜パン。頑張れ角原。割り込むなっつってんだよ。岡崎さん、岡崎智也さん、いいですね、ここ。風気持ちいいですし、静かですし。立ち入り禁止だからな。生活指導に見つかると結構どやされる。ごめんなさいって謝ります、その時は。よく来るのかここ？時々。あ、今日初めてです。久しぶりに登校したので、お昼休みどう過ごしていいか考えてしまったんです。普通な、昼飯とか食って過ごすもんだ。あ、もう済んじまったのか。アンパン、これからアンパン買って食べます。学食のパン屋さんのアンパンとても美味しいんです。惣菜パンの人気で混んでますけど、アンパンは売れ残るんです。とても美味しいのに。そのアンパン私買って食べるんです。待たせた、ごめん、申し訳ない。想像以上の売店ラッシュ、最大の努力も虚しく、買えたのはアンパンのみだった。しかし悔しいから1000円全部買ってやった。俺アンパン食わねえの知ってんだろ。しかしこの際だ、食ってくれ頼む。これやるよ、アンパンだ。昼飯これからなんだろ。じゃあ。おい岡崎、待て。おい友也。ハレルヤ、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 ハレルヤ。ねえねえ、次期創立社祭だ。各部お準備に熱が入ってる。ま、部活やってない僕たちは気楽なもんだ。で岡崎、今の屋上の子誰なんだよ？知るか。くっ、白金の古川渚、それ以上は知らない。上等だよ、それだけ知ってりゃ。でも本当、今まで学校で見かけたことない子だね。今私たちの学校が直面している問題について、生徒が無関心でいることは許されません。生徒会はそれなりの問題意識を持って学校への意見をはっきりと言うべきです。それが私の次期生徒会長に立候補した理由です。坂上智代、坂上智代。智代は私たちの代表に最もふさわしい生徒だと私は確信します。坂上智代、よろしく。ったく、創立社祭に生徒会選挙がダブルだ。当分想像しいぜ。1000円返せ。え？お前が無駄にしたんだ、すっきり返せ。考えさせてくれ。考えとけよ。それにしてもさ、可愛い子だよな。1000円投資したと思えばいいだろ。思うかよ。
また夢を見た。誰かの気配を追ってさまよう夢だ。そして俺はやっと気づく。俺は意識だけで体を持っていなかったのだと。だからその誰かも俺に気づいてくれなかったのだと。俺はとりあえず自分の体を探し始めた。結構慌てて、かなり焦って、そして俺はやっと見つけ出す、俺の入れ物を。だからといってすぐにその誰かの気配と出会えるなんて思えなかった。予感もなかった。目の前にはただただ風の吹き抜ける果てしない荒野が続くばかり。智也君、父さん今朝は少し早く帰れたよ。トースト作ろうか。学校へ行く前に何か食べた方がいいだろう。トモヤ君。いらないよ。トモヤ。母親は俺が5歳の時に死んだ。それから俺は父親の手で育てられた。仕事をし、俺の面倒を見、大変だったと思う。それはよくわかってる。でも俺はあの心が凍るような変な夢を小学校に入る前から見始め、いつの間にか父親とは口を聞かなくなっていった。その上、決定的な事件があった。俺がバスケのスポーツ特待生として高校の入学もほぼ決定した中学3年の秋のことだ。智也、ただいま。智也、お土産好きで父さん登場。さあ食べた食べた。今日より上の特上握りだぞ。いらないよ。何？それに酒臭ったらねえ。いいから食べなさい。いらないって言ってんだろ。トモヤ、トモヤ、トモヤ君。肩の腱が切れてる、そう医者に言われ、俺のバスケットは終わった。だよ。ですからってさ。ですから今日もお願いします。お願いしますって。後をついて坂を登らせてください。また遅刻だぞ。いいんです。ついて登るだけなら他にいくらでもいるだろ。声かけりゃいいだろ。俺を待ってたなんて言うなよ。待っていました。ふざけんな。岡崎智也さん、せっかく名前を覚えました。悪質な待ち伏せだ。待ち伏せです。どうってことない。こんな坂だ、どうして一人で登れない。ないんです。ない。学校へ行っても
私何をしていいかわからないんです。嬉しいこととか私がいなければいけないこととか何もないんです。何もないと分かっているところへはいけないんです。不安で足がすくんで震えます。アンパンうめえって言ってたろ。おいしいです。アンパン食うために坂登れ。あ、そうですね。でもアンパンだけでは。じゃあなんか見つけろよ。お前が学校でやらなきゃならないことなんか見つけろよ。なんか、それで待ち伏せなしだ。じゃあな。古川渚、学年は俺たちと同じ3年だけど、年は多分一つか二つ上だって。去年は丸一年病欠で、今年また3年をやり直してるんだそうだ。通りで今まで見ない顔だったはず。他に知りたいことがあれば言いなよ。僕の情報も結構お役に立つよ。なんだ。とりあえず500円、つけは聞かない。頼んだ覚えはない。いやいや、もっと知りたいって顔に書いてある。書いてない。篠原陽平、元サッカー部の花形ミッドフィルダーだが、今は退部処分になってただの冴えないダメ生徒だ。せっかくスポーツ推薦で入学したのに、試合中に切れたらしい。何が原因かは聞いてないが、相手選手の前歯を押し折り耳を噛み切り、止めに入った自分のチームの監督の急所を思いっきり蹴り上げた。本来のんびりとしたやつだが、キレると恐ろしいとレッテルを貼られて、今学校で言葉を交わすのは俺だけらしい。今夜は星出てないね。ところでこいつ、俺と違って根性だけはいいものを持ってる。何しろ退部処分を受けたはずなのに、未だに寮の一部屋に居座っているのだ。スポーツ特待生だけが入れる学校の寮に。だってしょうがねえだろ。親は貧乏だし、今さら新しい部屋を探して家賃払うわけにはいかないのよ。学校からの厳しい追い立てを何度もすり抜けたと俺に自慢した。ラーメン食いたいな。さっき買ってたろ、ビッグサイズのお塩。ダメだ、こいつは僕の朝飯だ。ダメだ。雨の後に風の強い日が 2,3 日続いて、その年の桜は終わった。あの、しばらくだったな。はい、しばらくです。少し熱が出て学校休んでました。ふん。はい。でもほら、私元気で一人でこの坂登れるようになってます。もともと一人で登るのが当たり前なんだ。はい。智也さん、私学校での楽しみ見つけました。ん？いろいろ考えて私見つけました。おお、よかったな。はい。ありがとうございます、智也さんのおかげです。いや、俺は別に。なんだよ。別に。
ザサンドに焼きそばは。こんにちは。何なんだ、何やってんだよ。古川、惣菜パンでよかったら一つ惣菜なんちゃって。ちゃ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 。え、なんて、部員大募集？演劇部？そうです、部員大募集。去年部員ゼロで廃部になった演劇部を今期復活させます。そのためのポスターを私今作っています。演劇部ね。このイラスト、マシュマロみたいな卵みたいな、なんだ？団子大家族です。私が子供の頃流行ったあの団子大家族大好きなので描いたんです。団子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 の家族は大家族、いつでも楽しい大家族。毎日家中運動会、よっとんバタ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 と今日はそう、はいはいお風呂じゃもぐりっこ、団子団子は大家族。ああ、その歌なら僕聞いたことあるよ、子供の頃。私的には今でもブームが続いています。お互いそれぞれがみんなのことを思ってる大家族大好きです。で、その演劇部ってのがお前が言っていた？はい、私がやっと見つけた学校での楽しみです。演劇部を復活させます。そして創立社祭のステージでお芝居を発表します。その目的があれば毎日坂を登れると思います。とにかくポスターをたくさん作って学校中に貼ります。団子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 の家族は大家族、いつでも楽しい。あいつは歌っていた、楽しそうに、心弾ませて。8年前のあの眩しい屋上の光は一体何だったんだろう。おい岡崎。乗れ、風邪ひくぞ。会社そろそろ出てこいよ。現場で汗流しゃ少しは気が紛れるかもしれないぞ。すみません吉野先輩。大丈夫だ、無断欠勤にはなってない。毎日俺には連絡が入ってると社長には言ってある。すみません、もう少し。そうか、うん、分かった。すみません、みんな心配してる。お前がまた落ち込んでるってな。お前からの連絡をみんな待ってる。みんなお前のことを考えてる。すみません。渚ちゃんもよく言ってた、大家族はお互いみんなのことを思っているって。すみません岡崎。なんだ、どうしたんだよ。来てくれ。何が、どこへ。来なよ。あれだ、見ろよ。向こうって。向こうは向こう、効力なしってこと。部活の部員募集の期限は先週まで、つまり期間を過ぎての部員募集はルール違反ってことらしい。坂上、この問答無用の処置は多分今の生徒会執行部の仕業。頭の固い連中だから。坂上、その執行部の連中はどこにいるんだ。そう、このポスターはな、手書きなんだぞ。集
水垂らして懸命に書き上げた魂のメッセージなんだよ。くっそばって。連中は今これと同じポスターを探して校内を移動中よ。バッテンつけたり剥がしたりするためにね。うがたけ、行くぞ。うん、角原、切れたらダメよ。今度切れたら退学よ。行ってみようぜ。切れてやった。面白いかも。ここももうやられてる。ダメだ、ここもだ。放課後、屋上だ。はい。屋上で待ってろ。はい。おら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 、ちょっと待った。何すんだよ。人がせっかく書いたポスターによ。我々は違法ポスターに対する厳正なる警告を。警告だ、厳正だ。ふざけんな、違法てめえらだ。僕らのどこが違法なんですか。ここだ、ここだ、この辺あたりや。ざま。何をしてるの君たち。もう昼休みは終わり、さっさと教室に戻りなさい。邪魔せ、チェスト。何が原因かはさておいて、まず話し合いでしょ、角原くん。はい。じゃあ授業に戻って。はい。驚いたね。2年の担任に合気道をやってる女教師がいるって聞いたけど、あいつだ。たまげたね。名前は確か、いぶき。いぶきコーコ。ああいうかっこいいのありなんだ。変態。全部で何枚書いたんだよ。14枚です。そうか、何枚かは捨てられたか持っていかれたらしい。でも一応集めてきた。まったく、ひでえことしやがる。大丈夫です。大丈夫って振るか。大丈夫です、私また書きますから。また書いて学校中に貼ります。ダメだよ、またやられちまう。中でさ、バッテンダの無効マークつけられてさ。だって私決めてますから、演劇部絶対再開させるって。知らなかったよ、募集期限があるなんてさ。とにかく3人、部員が3人以上いれば部活として認められるんです。振るか。書きます、私ポスター。絶対いるはずだと思います、演劇部入りたい人いるはずです。振るか、お前どうしてそんなに演劇やりたいんだ。どうしてだ。そのわけは今は言えません。でもやりたいんです。よし、
じゃあ書けよ、ポスター。とびきりすごいの。ただし1枚でいい。あとはコピーだ。100枚、いや200枚ぐらいコピーしてさ、俺と砂原で学校中に貼りまくってやる。コピー、それだ岡崎、その手があったんだ。よし任せとけ、コピーさえありゃバッテン書かれたって、その上からまた貼っちゃえばいい。戦争だ、生徒会執行部ととことんやってやるぜ。戦争だなんて穏やかじゃないな。先生、いましたよ。出た。この古川さんってあなたよね、伊吹先生。あ、古川知ってんだ。廃部になる前に演劇部の顧問をなさってた先生です。おお。古川さん、あなた演劇をやりたいの？はい、以前私入部願いを出しました。まあ、でもすぐに学校来られなくなって1年休んでしまって、その間に廃部になってしまいました。そうだったんだ。はい、じゃあまた部が復活したら。嬉しいです。期限は過ぎているけど、部員さえ集まればあとは私が学校に話をしてみる。本当ですか？だから頑張って。はい。だが結局作戦は失敗した。入部希望者はゼロ、演劇部復活の夢は儚く消えるはずだった。しょうがないよ古川、今はお笑い全盛、シリアスっぽいのは人気がないんだ。ま、やることはやったんだし、ここは納得ってとこじゃないね、岡崎。うん。ポスター結構良かったぜ。しかしそこから渚は頑張った。とんでもない奥の手を使って頑張ったのだ。ちょっと待てよ古川。お二人に入部届を出していただきます。そうすれば私を入れてちょうど3人になります。古川、それで全てが完結です。演劇部は伊吹先生を顧問にお迎えして見事に再出発です。悪いが古川、そいつはダメだ。俺は部活はやらない。おう、僕たちは部活はノーだ。部活をやらないことで僕も岡崎もその進化を発揮しているんだ。それに俺は演劇ってタイプじゃない。水と油、こいつはバスケ小僧、僕はサッカーで天才少年と呼ばれた。かつての話だけどさ、つまり僕たちは夕日に向かってバカ野郎と言ったり、お前が好きだよなんてラブシーンとかは全くの見解ってことだ。電波が届かないってことだよ。これでいいか。うん、分かったな。いいじゃないっつの。そんなに心配しないでください、大丈夫ですから。大丈夫って何が？私、創立社祭のステージでは一人芝居をするつもりですから。一人芝居？決してお二人を舞台に上げたり何かセリフを言ってくださいなどとお願いしませんから。それはきちんとお約束。あった、すみません。あれ、団子大家族シリーズのみんなで楽しく串団子ですよね？ああ、よく知ってるね。その通りだ。
探してたんです。私ください。今お金ないので明日学校の帰りいただきに来ていいですか？うん、いいけど。よかった、嬉しい。絶対それまで売ったりしないでくださいね。大丈夫、流行ったのはずっと昔、今時誰も欲しがりゃしない。あ、そうだ、今持っていきなさい、お金は後でということで。本当ですか？ありがとうございます。団子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 の家族は大家族。そういうことで抵抗はそこまで。流されるままに俺たちは部活に参加することとなった。流されるままに、そう、それはそれで俺らしかったのかもしれない。そしていつものように流された後、俺はまた後悔することになるのだ。一人芝居、そうね、いいかもしれない。どの部よりも新しくてこじんまりとした私たち演劇部にとってとても似合っているかもしれない。こじんまりね、はいはい、その通りだ、こじんまり。で、シナリオはどうするの？はい、私がこれから書きます。題材はどこから持ってくるの？シェイクスピアとかボードレールの力とかいろいろあるけど。いえ、あの、オリジナルです。オリジナル？古川さん、あなたの？はい。そう、それは楽しみ。はい。創立者祭まではもう一月を切ってるから頑張らないとね。はい。困ったらいつでも相談に乗るから。はい。よし、じゃあ裏方の諸君。おい、この部屋は今後部室として使用しますから、いらないもの、邪魔なもの、きちんと整理しておくように。分かったらお返事でしょ。はい。では新生演劇部の第1回ミーティングはこれまで。じゃあみんな頑張って。また裏方だって。どうもそうらしい。結構華やかなイメージ持ってたけれど、どこにでも影っつうのはあるもんだ。そういうことさ。私も手伝います。お前んち？はい。お前んちね。え、私のうち。なんだってお前んちなんだよ。ですからご飯食べに来てください。それから打ち合わせです。ご飯？打ち合わせ？私シナリオ書いたりしますし、皆さん演劇部としてこれからのスケジュールの検討とかもあると思いますし。スケジュールなんか検討しない、お前一人でやれ。シナリオだのなんだの何のことかわからないし興味ねえし。ご飯、ご飯食いにいちいち人ん家行けるかよ。パパとコンビニ飯が俺の性に合ってるんだなあ。園原、おい園原。悪い、俺今日ちょっとこれから用事。あ、待てよ、この野郎。今日に限って俺を一人にする気かよ。いや、本当用事なんだ。走って、この野郎。バイトなんだ。バイト？どうも僕んち経済状態最悪らしくてさ、毎月の仕送りがここんとこないんだ。でよ、こんな時になんなんだけど、バイトすることにしたんだ。週3日、先輩がさ、うちの高校の先輩がさ、バイトを世話してくれたんだ。そうか。今日が初日なんだ。遅れるとまずいんで。じゃあ。園原、うん、悪かったな、引き止めたりしてさ。頑張ってこいや。お前んちってパン屋？古川パン、美味しいって評判です。ただいま。おかえり、なぎさ。ようこそ。あら、お客様2人って聞いてたけど、1人？あ、そう、この方は岡崎智也さんの方ね。お母さん、ビンゴ。
わかるわよ。だって渚が言ってた通りですもの。俺のことどう言ってるんですか。し、ダメお母さん、言わないって約束。というわけで申し上げられません。お父さんは公園よ。いつものように近所の子供たちとベースボール。ベースボール、そう、ベースボール。お前岡崎智也だな。渚に言い寄ってついにうちにまで来たってわけだ。え、いや、俺は別にそんな。男なら勝負だ、公園に来い。お父さん。いいからいいから、もうすぐご飯ですよ。わかってるわかってる。こら岡崎、何やってんだ。しっかりと受け止めろ。こら、人生はな、いつでも勝負。気を抜いた瞬間からそいつは負け犬の烙印を押されるんだ。おい、野球したことないっす。興味もないし。いいからボールを投げ返してこい。お前のボールを受けりゃお前が大体どの辺か見当がつくってもんだ。どの辺？どの辺って何の辺っすか。上の中、中の上、下の下ってな。渚にふさわしいかどうか判断するのよ。勝手に判断なんかされてたまるか。今度は避けるんじゃねえぞ。いいぞ、投げ返せ。これなんだって、ちゃんと投げ返さねえんだ。肩の剣切っちまっててさ、右手ここまでしか上がらないんだ。秋夫さん、ご飯できましたよ。はいはい。秋夫さん、白滝ちゃんとお味染みてます。うん、最高。さなえちゃんの味付け、まさに料理の鉄人、その上美人。秋夫さん、ご飯粒が。はいはい。あのさ、異常なほど仲いいよな、お前んとこ。いつもこうです。こう。はい、さなえちゃん。ほどじゃない、異常だ。はい、智也さん、あんです。叫んなよ。岡崎、どうだ一杯。ああ、いただきます。高校生だっちゅうのお前。まあ、秋夫さん肘が悪い。でもさないちゃん、秋夫さんが大好き。それは愛してますけど。やってやるね。はい、そこのフレッツラ一本どうだ。あ、どうも。また引っかかってやんの。もう、泣き寄せたら。ふぅ、あー、いい湯だったな。おい、今度は風呂、お前たち二人の番だ。冗談に決まってんだろうが。シナリオね。そうですよ、シナリオ。しかし、渚の部屋からは物音一つ聞こえてこないぞ。それはそうですよ、シナリオですから。だいたいさ、どんな話なんだ、オリジナルってさ。何ですか、智也さん。いや、なんでもない、続けなや、気にするな。はい、続けます。ずいぶん持ってんだ、団子大家族。本当はもっともっとあるんです。いつかきっと全部集めます。ふん。さてと、ぼちぼち俺帰るわ。これ秋夫さんのお風呂、どうぞ来てくださいな。あ、いや、俺今帰りますから。あら、お泊まりではなかったの。そんなつもりは俺最初からないっす。いいから泊まってき。あ、
いや、同じ演劇部として徹夜になるかもしれない渚をお前ほっとく気か。いや、じゃあ止まってき。はい。心配すんな、ベッドは俺と一緒だ。え、不満か。ええ、思いっきり4の字かけるぞ、これ。眠れないんだ。はい、智也さんもですか？俺は原因がはっきりしてる。檻の中で猛獣と一緒に寝てるようなもんだからな。お父さんのいびきですね。まあ、そんなところだ。お母さんはすぐに慣れたそうです。ん？よく聞くととっても可愛いんだそうです。どう勘違いすりゃそうなるんだか。笑った。トモヤさん笑いました。笑ってねえ。いつも怒った顔してるトモヤさんが笑いました。せえな。笑うととても優しい顔です。ごめんなさい。私何を書けばいいのか分かってるんです。でもうまく書けなくて眠れなくなってしまいました。それに智也さんが近くにいてくれるのが嬉しくて、とても嬉しくて、それで眠るのがもったいなくて。ごめんなさい。夢の話です。小さい時から何度も何度も見て今も続いている夢の話。私はそれを書きたいんです。どんな夢だい？それはシナリオができてから。そう、実はさ、俺もな、小さい時から同じ夢を続けてみてる。どんな？俺のはな、嫌な夢さ。起きていつも汗びっしょりだ。話したくもない。古川、ありがとな。今日俺久しぶりに大勢で飯を食った。すごく楽しかったよ。暖かくて嬉しかった。よかった、嬉しいです。それからしばらくして、俺はまたあの嫌な夢の続きを見た。だがその夢は今までのように絶望的なシチュエーションの繰り返しで終始したわけではなかった。劇的な希望の光さえ見えそうな展開をしたのだ。俺の頭の中に言葉が響く。約束の木、この荒野の果てるところ、花咲ける約束の木がお前を待っている。約束の木、俺を待っている。何が、誰が、何が待っているのかは明らかだった。それはきっと俺が探していたあの誰かのはずだ。体の中で何かが燃える。心の中で何かが弾ける。俺は全てをかけて走った。荒野の果てを、命の果てを目指して。
ここだここ。角原。先輩の吉野さん、吉野雄介さん。こいつ岡崎、元バスケ小僧。今は演劇部員。よせよこの野郎。人手が足りないんだ。よかったらバイトお前もどうだ。ああ。考えとけよ岡崎。日当結構いいよ。次の現場行くぞ。了解。何時に終わんだよ角原。あの吉野さんってさ、東京で相当名前を売ったミュージシャンだったんだって。ミュージシャン。ロックバンド組んでさ、CD 何枚も出したんだ。へえ。でもなぜかドロップアウト。今はこの町に帰ってきて地味に働いてる。なんかさ、バスケとサッカー諦めた僕たちに境遇似てない？違うだろ。全然、向こうは一度はスポットライト浴びてるんだ。あ、そっか。なぎさ、今日はあの岡崎なんたらくんのお泊まりないのかな。失礼しました。悪いな本当。創立者祭の準備ほとんど出られなくてさ。俺が音響担当、お前が照明をやることになった。そうなんだ。今日伊吹先生がそう決めた。そうか。でも古川のシナリオ相当遅れてる。舞台稽古なしで当日ぶっつけ本番でのステージになるかも。古川も大変だけど、俺たちも結構覚悟いるかもな。出たとこ勝負。きっとその方が俺たちらしいよ。気楽でいいよな。そんなのありかよ。そして創立者祭の日が来た。先生、それはないでしょう。なんだって英語の授業で数学を。ああ、やだやだやだ。頭の悪い生徒はすぐこれだ。いいかい、これが本当の算数ベリマッチ。お後がよろしいようで。冗談だろ、古川。悪いけどさ、もう一度言ってみて。古川さん、すみません、シナリオどうしても間に合いませんでした。ハレルヤ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 。俺たちらしいや。記念すべき新生演劇部第一回公演はめでたく中止ということだ。あの、シナリオは間に合いませんでしたけれど、ステージでの公演は私するつもりです。え、古川さん、全部私の中では全部出来上がっているんです。オーラーロードとビーでもさ、古川、一度ぐらいシナリオを読んどかないと、照明とか音響とかどうやりゃいいか分かんないでしょうが。いいわ、大丈夫。私がステージを見ながら指示を出します。先生、信じましょう、古川さんの心の中のシナリオを。きっととても素敵なはずだから。
こっちこっち。おお。なんだ、渚が講演する行動っつのはどっちだ。渚の出番はもっとずっと後ですよ。ゆっくりお昼でも食べましょう。ああ、そうだな。やっぱりな、ここにいると思ったよ。飯食ったのか。出番は夕方近くだ。何か食っとかないと持たないぞ。安くてうまいうどんの模擬店が出てるって篠原はすっ飛んでった。ごめんなさい、多分お腹受け付けないです。しょうがないな。ごめんなさい、ごめんなさい。今日私のせいでみんなに迷惑かけて。ごめんなさいなんて言うな。でも、お前が舞台に立ち、お前が思うようにやる。俺たちはそれについていく。そう決まったんだ。自信を持って堂々とやってくれ。伊吹先生が言ったように、お前を信じること、他には何もないんだから。はい。そう、はいだ。はい。うん、OK だ。じゃあな、心の中のシナリオもう一度ちゃんと読んどけよ。あ、なんだ。私急にお腹空いてきたみたいです。なに、チェ、まったく勝手なやつだ。よし待ってろ、何か買ってきてやる。私どうして演劇部なのか、どうして演劇をやりたいのか言います。私のお父さんとお母さん、昔同じ劇団で俳優として活躍してたんです。でも結婚して私が生まれたせいで二人は俳優を諦めたんです。小さい頃から体の弱かった私を二人で付きっきりで守りたいと。だから劇団を辞めてこの町に移ってパン屋さんを始めたんです。自家製パン屋さんなら家族いつも一緒にいられるって。だから私がステージに立つことは、お父さんお母さんありがとうって、私こんなに元気ですって、お父さんとお母さんの夢私がちゃんと覚えてますって。そんなことってあるんだ。自分のことより自分の夢より家族の方が大事だなんて、そんなことってあるところにはあるんだ。俺には縁のない遠い世界の話みたいだ。舞台衣装は持ってきたのね。はい、母から借りてきました。じゃあそろそろ時間だから。はい。よっ。おっ、吉野先輩してたんですか。先輩も創立者祭に。え、終わったらいつものところで待ってるから。うん。え、じゃあ頑張ってな。うん、ありがとう。先生付き合ってたんだ、吉野先輩と。知らんかった。何か落としたわよ。え、あ、
どこ、どこ、どこ。それでは次のステージは演劇部による一人芝居、何もない世界よりです。照明スタンバイ。いいわね。はじめはとにかくスポットで古川さんの動きを追うこと。うっす。音楽用意。10秒前、5秒前、ゆっくりゆっくり、フェードに、2、1。私たちの結婚式で着たドレス、渚にあげたの。あげた？え、だって私はもう着ることないから。あ、まあそりゃそうだな。何もない世界、あるのは風、わずかな光、時々降る雪、そして疲れ果てて涙も枯れてしまった私。音楽少し抑えて。風の音、遠くからだんだん大きく。どのくらい時が過ぎたのか。一月、二月、いいえ、もう5年は過ぎたかもしれない。そしてこの頃は何を待っていたのかさ思い出せない。ライト、ブルーに柔らかく。そう、いいわ、OK よ。そう、でも時折潮の流れが運ぶ風、懐かしい暖かい風、母の手のぬくもりに似て、父の笑顔の優しさに似た。その風が私の体を包むとき、私の記憶はよみがえる。少し元気になってよみがえります。風の音、波の音にオーバーラップ。音楽少しずつ大きく。了解。私が待っているもの、それはあなたの声。遠慮がちでとても小さな声だけど、美しい優しい心を乗せたあなたの声、私の心いっぱいに染み込むあなたの声、その声を、そしてあなたを、私は待っているのです。音楽2をスタート。1を静かにアウト。角原君追って、古川さん追って。走ります。何もない世界の果てを目指して。心の中で声が聞こえたのです。何もない世界の果てに行きなさい。そこで誰かがお前を待っている。もう何年も何年もその誰かはお前を待っている。お前が待っていたように。そしてその声は最後にこう言ったのです。岡崎くん、音楽続けて。岡崎くん。世界の果てに着いた時、お前はそれを見るだろう。命の花を満開に、光り輝くその姿を。そう、それが約束の木。嘘だ。岡崎くん、その木の下で誰かがお前を待っている。それからまだお前の一人芝居は続いた。
いろいろあって必死で約束の木にたどり着いて、だが俺にはもうその後のストーリーは頭に入ってこなかった。長い間俺とお前が同じ夢を見ていたということの不思議さにかなりのショックを受けて混乱してしまったからだ。何もない世界のあんな寂しい夢を見てるのはきっと俺一人だと長い間思い込んできたからだ。古川、お前もそうだったなんて。あんなに優しい笑顔を見せ、どんな時にも明るく振る舞い、ピンチにえへへと笑ってみせるお前が、愛おしい。お前が本当に愛おしい。俺はその時本当にそう思った。お前が好きだ。その後、桜の季節が2回あった。渚が創立社祭の後また体調を崩して1年近く休学したからだ。そう、つまり渚は俺たちよりさらに1年遅れて高校を卒業したのだ。渚、卒業おめでとう。その卒業を待って、その2度目の桜が満開の時に俺たちは一緒に暮らし始めた。このアパートで。こんばんは。遅かったね。坂上、今日古川パンに寄ったらこれ持って行ってくれないかって。智也さんに食べてほしいって早苗さんが。あんまりちゃんと食事してないんだろ。パンだけじゃなんだから、私スープとか他にちょっと作ろうと思って。キッチン借りるよ。古川パンにあんまり顔出してないんだって。牛尾ちゃん、ずいぶん大きくなったよ。はーい。ちわー。え、篠原。へへへ、なんだよ坂上、お前も来てたのかよ。どうした、東京から。今日平日、会社休みなのか。有給通のがあるんだよ、大会社にはさ。新幹線乗り継ぎの確定飛び乗りの。はるばるお疲れ、ご苦労さんや。ゆう、元演劇部、張り切ってるか。もっともお前が張り切ってりゃ僕は帰ってこなかったけどな。しょうがないな、また落ち込んで会社出てないんだって。篠原もどう、晩ご飯まだなんだろ。お、おいただき。どうも。岡崎、こっち来て食べよう一緒に。行こうぜ岡崎さ。ん、あ、待てよ、確か今日24日だよな。月命日だからお線香をあげさせてもらうよ。私も。楽しかった。俺たちのアパートでの暮らし、本当に短い間だったけれど楽しかった。いってらっしゃい。じゃあね。
俺は吉野先輩の紹介で始めたバイト先に、卒業してからそのまま社員として就職した。渚も働いた。週4日近くのファミレスで。お姉さん、お水ください。お客様、これで5杯目ですよ。いいのいいの、僕お水大好きだから。じゃあ見ててね。ドゥー。東京に出る前の篠原とよく店に行ってお前を困らせた。本当はお前に会いに行ってたんだ。笑顔で爽やかに働くお前を見に、眩しいお前を見たくって。いらっしゃいませ、アーネストホストへようこそ。それにしても、あの小さなアパートの部屋が本当に団子大家族の部屋みたいになった。みんなが俺たちを訪ねて集まってくれたのだ。アキオでーす。サナエでーす。二人合わせてアキオサナエでーす。先生、どうして英語の時間なのに数学をやるんですか？ああ、やだやだ、頭の悪いパン屋はすぐこれだ。いいかい、これが本当のサンスベリーマッチ。パクリだぜ、そのネタ。こんにちは、篠原でーす。坂上智代です。藤林京です。3人合わせてスノサカ京トリオです。うちはお笑い寄せか、いい加減にしろ。なんだか楽しそう。今日は一体何の集まりだよ。おー、ヨズの先輩、伊吹先生、超熱々ペアの登場でござんす。だから何の集まりだって聞いてんだよ。なんでもない、ただの集まりです。そういうことか。そういうことです。よし、じゃあみんな行くぜ。少なくとも俺じゃない。みんなお前に惹かれて集まっていた。お前の優しさ、お前の明るさ、誰をも和ませるお前の何かが団子大家族を作り出していた。だけどそのお前が。じゃあな、岡崎、とりあえず今夜は帰るわ。パスタ嫌い？今度パスタ作ってあげる。ゲッティのことだよ。じゃあな。じゃあおやすみなさい。どうなっちまったんだ。ついに一言も口聞いてくれなかった。篠原、仕方ないよ、時間かけるしかないよ。何もしてやれない僕、情けない。赤ちゃんは心臓も元気だし、まずまず順調に育っています。問題は母体の方なんです。母体って言いますと、渚の方ってことですか？小さい頃から入退院を繰り返されてますね。お嬢さんの体はご両親が思われている以上に弱っております。このまま海月を迎えて出産ということになりますと、お嬢さんの助かる確率はかなり低い。助かる方法はないんでしょうか？とにかくお嬢さんを説得なさってください。その上で我々も手を打ちます。とにかく渚に全てを話すしかない。そうよね、智也さん。はい。私もうこの赤ちゃんに名前をつけたんです。渚牛尾っ
って言います。男の子でも女の子でもどちらでも牛尾です。いいでしょ、素敵です。渚、私は渚でも牛尾はもっと海の真ん中、堂々として海の真ん中をゆったりと流れていくんです。きっと体も私みたいに弱くなくて、心ももっと大きくて強くて。渚、今私この赤ちゃんをちゃんと産むこと以外何も考えていません。大丈夫、こんなに私この赤ちゃんに会いたいんです。だから私もきっと大丈夫です。そうに決まってます。ないさ。牛尾ちゃん生まれました。女の子です。母親は渚。ご家族の方はすぐに来られるようにと先生が。牛尾を見て、智也さん。よかったです、私牛尾に会えて本当に嬉しいです。ああよかったな渚。そう、私たくさんの桜の下で智也さんに会いました。渚、そして一緒に坂を登ります。坂の上にはお父さんに抱かれた牛尾がいます。お母さんがニコニコ笑って。渚、渚、みんながいます。行くな渚。嬉しい、みんなが待っています。渚、行くな、坂なんか登らなくていいんだ、無理して登らなくったっていいんだ。渚、行くな、俺のそばにいてくれ。大好きな智也さん、ありがとう。渚、渚が死んでしばらくしてから気がついた。あの夢を子供の時から見続けていた、あの何もない世界の悪夢を長い間見ていないことに気がついた。多分そう、あの創立者祭で渚の夢を行動の舞台で見てから、俺は自分の悪夢を見なくなっていた。その代わり、渚が死んでから新しい悪夢が始まった。いや、夢じゃなくて、渚を失ったそれからの俺の日々。そう、現実の俺の目の前の毎日毎日が悪夢のような何もない世界となったのだ。夢ならば朝が来れば目が覚める。だが今のこの俺の何もない世界に朝はない。どこまでも渚のいない世界がどこまでも続くのだ。
なんだよ、何時だと思ってんだよ。これから夜勤なんだが、どうしてもお前と話がしたくて。ねえよ、話なんか。帰れよ。コーヒー私が入れよう。だからなんだよ。牛尾ちゃん、向こうのご両親に預けっぱなしで会いにも行かないそうだね。この5年ほとんど良くないな、それそう、それじゃまるで私と同じだ。母さんが死んでお前に寂しい思いをさせた私と同じだ。母さんが死んで何もかもが真っ暗になって、お前に、そう、お前の本当に大事な時期に私は寂しい思いをさせてしまったんだ。どうしてもお前に気持ちが向かず、自分の悲運を嘆いてばかり。そして私が気づいた時にはお前はずっと遠くに行ってしまっていた。そのまま遠くでいいじゃない。今まで通り俺の近くには来ないでくれ。この通りだ、許してくれ。やめてくれよ。息子に頭下げる親父がどこにいるんだよ。そんなあんたを見たくなくて、俺は解いてくれ、帰ってくれ。また怒らせてしまった。じゃあそうするよ。あ、智也君。なんだよ。いや、そう、雨が続くから風邪ひかんように。余計なお世話だ。そうだな。ふざけんな。親父面しやがって。起きた。雨はもう上がったぞ。なすか。多く詰め込め。とりあえずシャツ2枚、パンツは4枚、あと靴下少々とジーパンの買い物1本。了解、あとは適当に見繕うわ。歯を洗え、歯を磨け。ぐずぐずすんな。なんなんですかこれ。旅行だ。文句はあと言う通りにしろ。準備完了。よし、じゃあ出発だ。さあ、乗った。旅行って、本当どこ行くんですか。ちょっとな。ちょっと。せえな、黙って乗ってりゃいいの。そうよ。おい、おい。よし、乗った。篠原、取れたのか切符。やった、全員座席指定で取れました。よっしゃ。ちょっと座席指定全員、なんだよそれ。はーい、こっち、こんにちは。どうぞ、乗って。お弁当。はい、篠原お弁当。私たち2人で早起きして作りました。いや、こりゃすごい、ご苦労さん。岡崎、食べて。朝食べてないんだろ。なんなんだよこれ。なんだか知らないけどはしゃぎすぎだ。先輩、なんすかこれ。合宿だ。合宿？そう、団子大家族の合宿よ。これから海辺の民宿を1週間リザーブしたの。
そこでみんなで合宿。団子大家族合宿、俺そんなの乗れないよ。だってもういないんだぜ、渚はさ。帰る、俺は次の駅で降りる。そうはいかない、何があってもお前を連れてくる。10日ぐらい前かな、頼まれたんだ、ある人から。だからさ、俺はお前を連れてくる。誰？そいつは言えない。お願いします。すいません、友也はまだ一人前になっておりません。どうか皆さんのお力であいつをなんとか。お父さん、その人が宿の手配とか今度のプランを用意した。誰ですか？いつか分かる時も来る。お前が大人になれば必ず。来てるはずなんだけどな。おい、砂原、お前5番ホーム探してくれ。いいっす。坂上と藤林は改札口だ。はい。岡崎、お前2番ホームだ。2番ホーム。岡崎、行きましたか？ああ、行った。今向かった。危ないよ。パパ。うん、こんにちは、しお。こんにちは。ほんの一瞬だったが、俺にはその時あの夢の続きがまた見えた。約束の木の下に、そう、渚、お前が立っていた。ニコニコと愛おしいあのいつもの笑顔で。遠くで揺れてる。
しいこと全部